はいどうも、ちひろけみです。ちょっとね、今日はね、いつもと違う感じのスタートです。前回の動画でツングラド遺跡12時間狩りの末に、まあ11時間でしたけど、実際はこちらラフィーレッドマウンテンの改良型羅針盤の部品が出てリーチになりましたということでね、ちょっと前の話になるんですけど、3月70時間ぐらいですね、猛者の町狩りをしておりました。そしてね、まあこの後見ていただければわかるんですが、お目当てのものがね、出てきたというわけです。ということで、今回はラフィーレッドマウンテンの改良型望遠鏡が完成。このね、望遠鏡の使い方や猛者の町の狩り方なんかをね、簡単に解説していきたいと思います。ということでね、早速見ていきましょう。猛者の町の狩り方をね、まず簡単に解説します。ここね、普通にギミックを起動して狩るでもいいんですけど、ギミックを起動した後にですね、ガラクタがね、拾うまで待つ時間が発生してしまうので、その間にね、次の集団に攻撃を一回仕掛けて、こうやってね、起動しておくと効率がよく狩れるよっていうのがありますので、そこをね、やってみてはいかがでしょうかっていうのがあります。結構ね、かなり効率出せるので、ブレーダーだと平均1万6000円ぐらい出るので、めっちゃおすすめですというやつでした。ということでね、早速、狩りをね、見ていくんですけど、一つね、ごめんなさい。これね、部品が出た瞬間、自分の録音飛んでますので、再現音声をね、流しておりますので、そちらの方でね、お楽しみください。よし、よし、出た出た、よしよし、よし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 、おそそ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 そよっしゃ、出た、出た、よし、やったやった、はぁ、出た、はぁ、オーマイガー、まあいいでしょう。ああ、録画回してたからよかったよかった。終わり終わり、やったぜー。あ、これは嬉しいね。はい、74時間目ですね。結構早い方かな。まあ普通ぐらいかな。どっちかわかんないけど、いい感じですね。よし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 、よかったよかった。まさかのボイスは入ってなかったけど出たわ。よし、これでガチで金策できる。よかった。うん、帰ってきて、帰ってきて、狩り始めた瞬間終わったわ。よしよしよし、途中もうよくわかんなくなって、聖剣突きしてたけど、遠くでおっおっとって、ただの聖剣突きしてたけど、いや、よかったよかった。まああのね、出た時のボイスは、あの今の俺のテンションを後で再現して、一人で部屋で撮って恥ずかしい思いしてきますわ。あっつ、俺何してんのって言いながら、あの再現します、これ。いやー、え、これもう作っていい？もう作っていい？配信つける？あ、いいよ、全然。いや、もう録画、あれ基本狩りするときはリプレイバッファー永遠と回してるんで、いい。いや、よかった、できたできた、これで OK。 ヤードの調合室やってもいいぞ、別に。ここでもできるらしい。俺も望遠鏡作れる。作ろう。よしよし、来た来た来た、ありがとうございます。いや、頑張っ、あ、やばい、すまない、1秒で聞いちゃった。まあいいや。ということでね、ついにラフィーレッドマウンテンの改良型望遠鏡がね、完成しました。まあこちらの方のね、アイテムの説明をね、まず見ていきましょう。ということで、こちらですね、ラフィーレッドマウンテンの改良型望遠鏡。使用するとログイン中のパーティーメンバー、部隊員、ギルドメンバーのいる場所へ瞬時に、ね、移動できるっていう能力になります。なんで羅針盤の逆ですね。羅針盤は自分のとこにみんなに来てもらうみたいな感じですけど、これは自分が相手のところに行くっていう能力になります。で、まあ使用条件としては、同じチャンネルにいるパーティーメンバー、部隊員、ギルドメンバー、ここがね、対象になります。で、まあ、いつも通り占領戦、拠点戦だったり、赤の戦場、収容所から使うことができなかったりとか、まあ、馬に乗ってる時も使用することはできません。で、貿易品を持ってる場合も、ね、使えないっていう感じになっています。
能力の方をね簡単に解説しようと思ったんですけど、さっきのね聖剣好きのせいでまあこれしか思いつかなかったんですけど、ラフィー・レッドマウンテンの改良型望遠鏡の能力としては、ハンターハンターのグリードアイランド編に出てくるスペルカードマグネティックフォース、これと効果が全く一緒ですね。要はマグネティックフォースオン〇〇へっつったら移動できるみたいな感じ、イメージとしてはそんな感じですね。ラフィールドマウンテンの改良型羅針盤、あっちの方はねどっちかというとアカンパニーとかに近いのかなって感じですけど、まあハンターハンターで言ったらこれはマグネティックフォースですっていうと一部の人は分かりやすいかもしれません。ちょっとうまい解説が思いつかなかったんで、一応ねこんな感じで解説終了です。次はね実際に使っていきましょう。ということでね、使い方簡単に説明していきましょう。まずはですね、バッグの中開いてこちらの方に右クリックしてください。するとですね、ちょっとロードが入るんですけど画面がね表示されます。で、今回はねうちのギルドのメンバーのところにね移動させてもらうんですけど、こうやってね家紋名ですね、家紋名を書き込んで下のねボタンを押すと、どこどこにいる誰々さんのところに移動しますかって書いてあるので、これを押して移動ですね。するとまあロードを挟むんですが、すぐねその相手のいる場所に移動できます。今回はグラナからね一気に朝の国までパンと、このスピード感で飛べるの強くないですか普通にっていう感じの使い勝手です。以上ねボイントの使い方でした。ということでラフィーレッドマウンテンの改良型望遠鏡完成と相なりました。まあ自分の場合はね共通部品は羅針盤の時結構沼ったので、あの時に出たボード管のね素材の方を使って入手しているので、実質ね2箇所しか掘らなくてよかったっていうのはありますけど、結構ねまあ100時間ちょいぐらいで手に入れることができたので、非常にね嬉しいなと思います。またですね、まあこちらの方見てもらえばわかるんですけど、ラフィーレッドマウンテンの改良型望遠鏡、去年の10月ぐらい実装なんで結構時間経ってるので、たくさんねあるものかと思ってたんですけど、意外と持ってる人少ないっぽいんですよね。266人でした。まあ宝物ね、あと残り巨匠のリングとエベンレスのノール、こちらの方ね作れればコンプリートかなって感じになりますので、エベンレスのノールはねまだまだちょっと取り掛かるのに時間かかるんですけど、巨匠のリングの方はもうリーチかかっててあと折るんだけなので、しっかりね頑張って宝物コンプね目指して頑張っていきたいと思います。ということでね、そしたらね今回の動画は以上になります。この動画ね良かったと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで、ね、それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。